はい、どうも、めちゃそうです。では本日もやっていきましょう。ということで本日はですね、まさかの、食レポということでね、めちゃそうがそんなことできるのかって話なんですけど、ちょっとね、面白いものを見つけましたんで、この間ね、めちゃそうがね、めちゃそう店に来た時に、ちょっと夜ご飯ちょっと夜食買いに行こうぜってなった時に、ちょっととんでもないものを見つけたんですね。ガツンとスタミナ醤油、ニンニク、豚骨、ニンニクっていうことでね、醤油なのか豚骨なのかニンニクなのかよくわからないのとんでもないものを見つけまして、これね、すごいんですよ。匂いがね、もう何にも開けてないのに、この状態で匂いがもうすっごい、ニンニクの匂いがもうね、やばいわけですよ。これをね、今回ね、改めてね、レビューしていきたいなっていうふうに思うわけですよね。はい、じゃあちょっと早速開けていきましょう。はい、まあ普通だよね。でもね、うおすげえ、もうね、カメラ越しでもすげえ匂いなんだわ、本当に。じゃあね、これをね、早速ね、みさと店ご自慢のね、ウォーターサーファーで、入れていくわけですね。はい、入ってますね。これがね、本当にやばいんだわ。一応ね、コンビニで売ってた時は、1箱250円ぐらいでしたね。この味がね、衝撃すぎてね、私箱買いしてしまいましてねそれが確か2000ちょいぐらいだったかな。それがいくつ入ってたんだっけ、15個ぐらい入ってました。はい、ということで3分経ちましたんで、開けていきましょう。はい、はい、ということでこんな感じですね。まあ見る感じね、普通のね、醤油ラーメンに見えるんですが、これがね、やばいんすよ、ほんと。もうね、ニンニク、ニンニク、ニンニクって感じでね、ニンニクが最近、ニンニクに最近ハマってるめちゃさ、これで気が済まないわけです。はい、ここで、はい、市販のな、おろし生ニンニクをね、これで追いニンニクをやっていくわけです。これはね、前茶そうに教えてもらったんですよ。はい、ということで入れていきます。うわー、やばいやばい、うわー、やばいなやばいぜ。はい、ということでこれでね、かき回すわけですね。よーくかき回さないとね、ニンニクの塊食ったら大変なことになるんで。はい、いやもうね、匂いがね、まだ慣れないね。すごいのよ、本当にこれ。はい、じゃあということでね、早速実食していきましょう。はい、いただきますでございます。いやー、来てるね、これ。いやー、効く効く。いや、ほんとね、ニンニクが好きな人、これマジ、ほんとに、おすすめします。ね、二郎系にちょっと似てるんですよね。二郎系一回だけ食べたことあるんですけど、二郎系の優しいバージョンですね。なんか、二郎系好きなんだけど、でも、本場の二郎系は、にはいつも負けちゃうっていう人、向けですかね。で、これ結構優しめの二郎系だと思っていいかもしれないですね。まあ、こんなの二郎系じゃねえって思う人はね、いるかもしれないですけどね。まあ、私はそう思うわけですよ。はい、ということで、めちゃすでございました。ということで、ご視聴ありがとうございました。失礼します。